父が自衛官ということもあってか、小さい頃にありがちなメカに対してかっこいいなという憧れみたいなものが工学部機械工学科の進学につながったのかもしれない。大学に入ってさあやるぞって気持ちにはなったんだけど、大学施設の中にシークっていう英語学習のための施設があって、そこで中学生の頃から英語が喋れたらいいなっていう思いが強くなって、結構シークには通いましたね。崇城大学のいいところっていろいろあるんだけど、あえて一つ挙げるとしたら先生との距離感かな。とにかくフレンドリーで、勉強のことだけじゃなくて何でも相談に乗ってくれるところが気に入ってます。今僕が研究しているのが流体力学っていう、空気や水の動きなんかが機械性能に与える影響について研究するというもの。これは戦闘機のエンジンノズルの開閉によってスピード性能を上げたり、飛行機やドローンなんかの流体の流れを解析することによって騒音を抑えたりする研究をしています。この研究は決して戦闘機やドローンだけのものじゃなくて、家庭にある換気扇みたいなものにも活用されるんです。それが今世界のテーマにも持っている省エネルギーに対して寄与できるものと思っています。将来はやっぱり流体力学を応用した機械開発に携わりたいなって考えている。この研究がみんなの安心や安全につながっていくことが究極の目標なんです。